井口修子さん。自民党井口修子でございます。あの本日は3人の参考人の先生方、まあ、大変に参考になるあのご意見いただきまして、私たちも考えを深めることができたと思います。本当に感謝いたします。で私はあの伊崎先生が提起された点、あるいはお伺いした点、随分重なるところはあの視点としてはあるんですけれども、またちょっとあの少し個別の。 ご質問申し上げたいと思っておりますまず三木のようにお伺いするんですけれども、えー、この技術的な情報、それ以外の情報という、この考え方を提示されました、それで私、常日頃思うんですけれども、この情報、これは本当に大事なものであって、ですね情報を入手し、これを分析する、えー、それとまた政策推進、えー、これとはですね、えー、まあ,ある意味、分離してやらないと、ですね政策推進者が聞きたい情報を分析する。 分析するということであってはですねもう意味がないということになりますとれから分離するとところがですね今度また今度その政策を推進するものが 本当に情報というものを重視しながらです、ね、やるのかと、特に先生のおっしゃるこの技術的情報というのはです、ね、実にそこにです、ね、本当の大きな、例えば安全,小先生の安全保障上のこと、テロを防止すること、そういうことが入っている、まあ、古典的な例として、まあ、グラムハ・アリソンのキューバ危機器の本が有名でございますけれども、まあ、衛星画像がもうずっと何ヶ月もないから大量に上がってきているけど、まあ、似たような写真が、まあ、あとあの積まれていくということで,で、ね、 直前にならないとこのことに気が付かなかったと、ですから私のご質問、申し上げたいところはです、ねうん、この情報推進、情報の入手、分析、そして政策推進とのこの分離と、それから政策推進において、本当にこのまさに高度情報化社会というのであれば、情報の正しいその分析というものをですね、えー まさに重視して、でまたそれとの一定の距離を持って政策をする推進する、こういうそのカルチャー及び教養といいますか、これはどういうふうにさらに可能になるかご意見があったらお伺いしたいです。三木参考人。ありがとうございます。あの大変難しいご質問をいただきました。あの私がお答えできるかというところはあるんですけれども、あの先生おっしゃる通り情報の入手。 あの分析と政策が分離しなければいけないというのはおそらくインテリジェンスの基本としてさまざまなあの書籍とか拝見しますと必ず出てくるところであの政策推進者が望む情報を提供するインテリジェンスはあの政策判断を誤って安全保障上の判断を誤るということになるとは思うんですね。あのでその時にあの秘密指定という仕組みはそのまあ情報をあの入手する安全な手段 管理をすることによって、それを利用できる環境を整えるという意味があるというのは理解はできているところではあるんですけども、あの重要なのは、その政策、情報入手と分析というものが、そのえっと、一時情報をきちんと蓄積して、この一時情報の結果、こういう分析を行い、この分析を行った結果、あのどういう情報が作られ、 それが政策立案に生かされたとか政策案内に生かされたというサイクルがちゃんと検証できるようになっているのかというところがま一番の実は疑問でございます。あの情報入手とか情報収集手段とか情報収集の範囲とかあり方について妥当かどうかも最終的にはその政策決定に際して十分な情報を得られたかっていうことからやはりその 検証するというサイクルはおそらく必要なんだろうと思いますしあのイラク戦争の例なんか見ますとあのアメリカとオーストラリアで行った検証というのがその情報機関の情報収集の在り方の検証をまあしたというふうに拝見をしておりましてそういう意味ではあの一連のサイクルをその政策推進者ではなくてもうちょっと独立した立場できちんと行うと。 いうような枠組みはあの必要なんだろうな。ということは、諸外国の例とか文献拝見してますと思うところであります。で、そこがですね。その例えばあの独立したところから、そういうまあ、検証サイクルがなされないとなると。 結局ブラックボックスだと思われたりとか都合のいい情報をつままれているんじゃないかとか情報収集がためにする情報収集になっているんじゃないかとかですね、まあ、そういうことの疑問に当然つながりますしそれが政策案で誤ると多くの人があの大変大きな影響を受けるということになりますのであのそういうものはあの、えーまあ、おそらくここでというよりはあの、まあ、政府の在り方とか政府活動の在り方としてあのいろいろとあの議論をしていただく必要があるのではないかなと思っております。 井上君長ありがとうございます、えー、それでは、えー、江藤先生とあの小林先生にお伺いしたいことは、ですね、まあ、ちょっとバクとしてるかもしれませんけれども、この,とあの,この保護法があ導入されて、ですねわが国の安全保障およびテロ防止、これに、えー、これがあ、まあ、実態として、 進んだかとこの法律があったために、ですねいろいろな国からも、より情報が入手できたかどうかということは、まあ、これは政府の方及および立法府でこれ判断していくんですけど、市民社会から見たときにです、ね、やはりそういうことが推察されるし、やはりあの恒久平和に資する努力を、 民主的な統制を国会がやるという前提でこういう法律を導入しているということでそういう恒久平和に資しているというふうにお考えかということと途上国および我々がちょっと勉強した先進国でもこの民主的統制が入ってない国というのがまだあってですね今後、多くの国が我が国から何かを学ぶとすればですね何かその共有すべき内容が我々の方にあるかこれをお伺いします。 江藤参考人。はい。ええー、大変。 難しい質問で私が答えられるかどうか分かりませんけれどもその先ほど来の話の続きになりますけれども収集した情報をいかに分析するかという問題とその情報のどこまでが開示されてどこまでが取得されなければならないかという問題というのは似て非なる問題でちょっと次元が違う問題なんだろうと思うんですね。だかからそののここととと立ててけががまずどううなっいいるかということが大事であって 私どもの基本的な考え方はやはりより多くの情報を国民と共有するということが社会的安定につながると。 こういう考え方に立っているわけでございます確かにテロとか安全保障の問題は簡単にはいかない問題ございますよ行かない問題がありますけれどもその2つだけではなくていろんな問題を抱えている中でどうなのかということを考えていかなきゃいけないということだろうと思います数量などうしても必要な安全保障上の問題を云々で表でできないことってのはこれあるだろう 私どもその秘密があるということを否定しているわけではございませんがそれは与う限り限られたものであると、なければならないというふうには思っております。他方、他方ですね、情報を公開したその公開された情報は何人もこれを入手することができるというのが民主国家の基本的な立て付けでございますそそのののの場合にその何人もの中に何ももも中外国のスパイももちろん入っているわけです。 そういうことを前提に考えなきゃいけないということはそれは私どもも十分認識した上で申し上げておるつもりでございます。ですのでその情報をたくさんいっぱい取得すればうまくいくかというそういう問題ではないむしろその解析の問題なのかなとちょっと大行な話ですけど一つあの例を挙げさせていただきます。あれは1941 何年だったでしょうか40年だったでしょうかアメリカの大統領ルーズベルトはアメリカの青年を戦場には起らないと言って大統領になりましたそのことの情報は秘密にされておりませんでした日本の政治家もみんなそれは知り得た情報だっでも欠けていたのはその情報に対する分析だったんだろうと思いますもしそうだったらああいう戦争の始め方をしない方が という大きなグランドスケジュールの中で考えたら他の選択があったかもしれない、うん、つまり当時の政治的指導者は民主主義ということを知識としては知ってたけど民主社会の中における情報の意味これを理解してなかったんではないかというのが私の考え方です先生の方かで <laughs> ご質問に答えたことになるかどうかわかりませんけれども情報 国民に知らせ,知らせない、秘得する情報をいかに狭めるかという問題と、その情報、その少ない情報であるうをいかにその解析するかというのは、ちょっとレベルの違う問題かなというふうに認識しております。すみません、答えになっておりませんかもしれません小林参考人。はい、えー、ご質問ありがとうございます。ちちょっとと私もきちんん答えられるかかどうか、えー、自信はないいでございますが、あのーまあ、諸外国の、えー まあ、インテリジェンス活動。それからそれに対する民主的統制というのまあ、最近の状況を見ますと、あの特に議会による監督の重要性というのは、様々な国においてどん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 高まっているというふうに思っております。それはそのまあ、各国安全保障状況がどんどん厳しくなる中で、やはりその外交とか安全保障に関する機密というものがまあ,ある。意味多くなっている。他方で、やはりその民主主義という中では、あのオープンな。な ことが保持されれななけけばいけないじゃあこの一見矛盾するものをどうやって調整をするんだというところで、まあ、一つの知恵として、えー、主権者国民から選挙によって選ばれている議会において、えー、一般的には議会はオープンなんだけれども一部この秘密会であるとかそういうものを導入して そこでまさにあの調整を取っているということが一つの知恵として各国で行われている、でさらに言えば、こういう方向はますます強まっていて、例えばイギリスなどでは2014年頃まではです、ね、必ずしも議会によるところの監督が強くなかった、ところがあのスノーデンによるところのまあ暴露というのがあり、やはりこれは議会にちゃんと監督をしてもらおうということになって、議会によるところの監督機能が強化されている、それはフランスなどでもそういう動向がございます。 したがってあのこういう制度についての,あの,、まああの期待というものはどん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 高まっていると思います。で、えー、さらには、まあ、これはもう社会に説法でございますが、えー、アメリカなどの例を見るとですねじゃあその本当に機微なものを国会に提供するのに。えー まあ本当に大丈夫なのかというところがあるといわゆるアメリカでいうところのギャング・オブ・エイトあるいはギャング・オブ・フォーという、えー、まあ監督委員会の中でもさらに一部の人のみに共有するというような、まあ、そういうようなさまざまな知恵も使われているこういうことはあのこれからも各国においてあのそういう方向に行くのではないかなと私もは個人的には思いますし。 えーまあ、それは日本もそうであり、またあのこれからそういうことを考えていく各国においても、あのそういうモデルは参考になるのではないかと思います。あと、もう一つその関係で復元をいたしますと、その政府側から見ると、まあ、この制度ができる際に、例えばその、まあ、議会にあまりそのあり手にいろいろあれすると。 まあ情報が漏れるんではないかというそういう懸念があったと思うんですが私の知る限りこの制度ができて6年経ちますがこちらのまあ参議院においてもそれから衆議院においてもその少なくとも議会側からの漏洩事案というものは一件もないというふうに承知しておりますのであのそういうところはえまああの一つこのまあ国民に対してもあるいは政府に対してもあの強調し宣伝しだからこそこの議会のこの制度がそういうその 民主主義と安全保障上の秘密のバランスを取る機関なんだということのまああの宣伝材料としてはあの強調されてもいいのかなというふうに思っております。ちょっと質問に答えたとかわかりませんが以上でございます。予定の時刻になりましたので参考人に対する質疑はこの程度とさせていただきます。参考人の皆様に。 一言御礼を申し上げます皆様には長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただき誠にありがとうございました審査会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます本日はこれにて散会いたします